食べれるかどうか。おはようございます。2日目になりました。はい。付き合ってないんです。選手会。まだ計画をしてないんです。このワイフ選手で。まだ付き合ってない。はい。とりあえず私は今日朝からちょっと仕事をしておりますね。はい。これからちょっと外行きたいなと思うんですけど、ちょっと外の状況はこんな感じでございます。はい、今日も今は雨降ってないでよかったですね。目の前にはプールがあってプールを泳げますね。その横にね、ジムがあるんですけど、今日ちょっとジム行こうかなと思っております。あ、今日はね、プールね、あれだ、今日綺麗にする日だから今日は使えないみたいですね。ジムしか行けないね。あっちにジムがあります。それでは行ってみましょう。じゃあ、日が湧くね。ベトナム。すごい。ベトベトする。湿気がすごい。今日も一日が始まります。今日はメコン川の方にちょっと行ってきたいなと思いますので、ちょっと都市とは違うね、こういう川の映像が見れるかと思うんですけど、それでは行ってみられたと思います。朝ごはんフォーを食べに行きたいと思います。食べれるかどうかはちょっと時間があればなんですけど。着いた。本日もご視聴ありがとうございます。本日はね、朝からフォーを食べに行ったんですけども、気温がすごく暑くて、それでもフォーを食べたくて、今回 Google のレビューでいいフォーを食べに行きました。こちらすごく美味しかったので、メニューの方を見てみてはいかがでしょうか。それでは行ってみましょう。このレギュラーのタイとベーベーを頼みました。こうやって野菜がついてきます。はい、中の雰囲気はこんな感じになります。いかがでしょうか。東南アジアの、ね、雰囲気があってすごくいい感じです。こんな感じで出てきました。これめちゃくちゃ美味しかったです。ここポップ、しかしすごく熱くて中の温度がすごく熱いんですよ。それでも温かいスープを飲みました。熱い。とりあえずコーヒーを買って、ほう4分밖에안남았어. 오케이, 그럼 가자. 일단 가자. 이따가. 어, 거기 왔습니다. 5분. 사키카라 5분입니다. 미안해요, 말해. 커피를 가지고 왔습니다. もうバスが来たら行かないと。
トイレタイムです。なんですけど、なんか目の前ありますね。こんな感じでちょっとトイレ行って中見に行きたいと思います。おい、すずちゃん、おい、はい、インターについてね、どこに降りたのかよく全然わかんないんですけど、中に入ってみたらすごくいい感じのところで、もうアマゾンみたいな感じでしたね。で、こちらね、写真撮りたくて写真スポットみたいな感じになってるので、ちょっと撮ってきました。すごいアマゾンみたいな感じですか。ちょっと写真スポットみたいになってて、すごくいい感じです。このドライブスルーみたいな感じですかね。ちょっと見ていきたいと思います。こっちの方も、こんな感じで写真を撮ってるんですけども、まあ、写真はねインスタの方とかねアップしてるので、そちらの方も見ていただければすごく嬉しいです。はい、こんな感じでね写真撮りまくってるんですけど、まあ、うちのワイフの方も写真撮ったりして、こんな感じで戻ってきました。すごくいいところでした。こちら、それではバス乗っていきます。20 minutes to get to the guitar boat station. So a moment ago, when you're on the highway, you will see when you look out of the window, you will see a very strange object, right? Oh, okay. That's it, the tongue. 到着しました。ボート乗るところです。Get on.で、こちら今回ねガイドの人に教えてもらったんですけど、こういう風にね説明が受けられました。ぜひ聞いてみてください。Also, we are selling boats in this river. So, and then we get back on the land and move to the pagoda. Yeah, in the afternoon. Okay. So now. Oh. こんな感じでボートの方に向かってるんですけど、まあいかにもって感じですごく良かったですね。もうこれぞ東南アジアって感じです。これに乗ります。もう。ぜひね、ちょっとね、ここからちょっと長くなるんですけども、こちらのメコン川の動画の方を楽しんでいただければすごく嬉しいです。ここからだいたい5分7分ぐらいですかね、あのボートに乗って一つの、ま、島っていうかね、そういうところに行くんですけど、こちら行くだけでもすごくいい時間でした。ドリアンの店、
でまず一つの島に降りたんですけども、こちらに入ってからね、まあどういうコースか全然分かってなかったので、何するのかなって感じでついていった感じなんですけど、まあ、ここでね食べたね蜂蜜のジュースみたいなね、シロップ入れて飲むジュースがあるんですけど、こちらがすごくて、見ていただければ分かるんですけども、あの蜂とかもこの後に出てくるんですけど、ぜひちょっと見ていただければすごく嬉しいです。わー、すごくないですか、これ全部蜂ですよ。びっくりしました。体験してる人いたんですけど、僕はできなかったです。これを飲むんですけどね、蜂が中に入ってくるんですよ。ここからいろいろね食べるもののツアーになってくるんですけども、実際にね作って食べるってことをあのしました。でこれが何だろう、ちょっとねごあの何ですかね、あの米をなんか炊いてるみたいな感じなんですけど、これもすごく美味しかったですね。どちらかでもなんかつまみみたいな感じですね。こんな感じです。これがつまみなんですけども、こんな感じでできますよっていうので食べました。これすごく美味しかったです。お酒好きにはたまらないと思いますよ。そしてマーケットを通り抜けて、いろいろねあのこちらの方を見れるところがあるんですけども、こちら雑貨とかね売ってるんですけど、こちらでも購入できるって感じでございます。まあ、買ってる人はいなかったですけどね。ドリアン味噌がまあ味はネグセマン、でこちら道をずっと進んでいくと、まあ、食事ができるところがあるんですけども、まあ、観光客がすごくいて、まあ、こうやって歌ってくれるっていうところはね両方でやっておりました。まあ、料理も作ってたりとかね、まあ、いかにも東南アジアって感じですよね、ここら辺見るとね。はい、でこうやってまっすぐ行くんですけども、まあ、こちら右の方でね席があるんですけど、こちらの方で軽食みたいなねフルーツを食べる感じだったんですけども、はい、こちらね船に乗っていくんですけども、まあ、こういう時間がすごくいいなと思って、まあ、ここから何回か乗るところがあるんですけど、まあ、この船の時間っていうのがすごく良かったですね。はい、でなんか海賊船みたいなのがあったりとかして、いろいろここら辺写真スポットにもすごくいいなって感じで、まあ、カメラ好きの方とか写真好きの方、こちら目の前の人も撮ってると思うんですけど、まあ、すごく若い方とかも乗ってたりしました。日本人の方とかもね、はい、こちらすごくおすすめですよ。結構ね何回もボートを乗り換えるんですけども、全然飽きなかったですね。こ
ちらメコン川ですね。すごく綺麗じゃないですか。まあ、後ほどねすごくあのメコン川の映像だけをお見せしたいなと思いますので、まああの後でいて見ていただければと思うんですけど、こんな感じになっております。こんな感じでねずっと進んでいくんですけど、すごく良くないですか。ここ僕すごく大好きですね。So everyone, everybody got it here please. I have information to share.みんな一つずつあげる。こちらね、個別でボードを乗っていくんですけど、ここがすごく良かったですね。じゃあ行っちゃう。これ順調10分だよ。行ってください。Wi-Fi がある。はい、うん、これも中をちょっと見ましょう。見ることないし、普段のに虫出たから、なんか食べてみるって気になるし、はいはいはい、おいしいよ。白線出る、何言うんだよ、白線おりぃ発狂いんのがこれあるの、これ、はい、ここら辺を見ていいらしいんですけど、何がちょっとあるかわからないんですけど。すーちゃん、もんか石垣買っちゃな。どんぬきみ。あ竹富買っちゃな。ぬきみ、たるピステージやな。あ、でも。くで、よぎかじや。ハンモック。ハンモック。むそう。あ、むそう。あ、むか調子見え見てミクロ意外と大丈夫。チェクロカーメちゃんこれやってみる。다른애들은안먹어얘만그래오오이렇게내가먹었어우와 Thank you so much. 戻りはね、トゥクトゥクで乗ってボートのところまで行くような感じになっております。
バス停までですね行くんですけども、この特技もすごく面白かったですね。結構長かったので面白かったです。ジャングルの中を通っていくんですけど、ここがどこだかも全然わからないんですよ。で、前の人についていく、ガイドの人についていく感じなんですけど、ついてったら、あ、ここだったっていうことがありました。お、スジョン、待つか。で、こちらからボートに乗って帰るんですけども、この時間すごく良かったですね。このツアーもすごく安いんですよ。一人だいたい3000円とか4000円ぐらいだと思うので、ベトナム行った際はぜひ行った方がいいかなと思います。ボート乗って戻ります。ここなんです。どうぞ。 OK。で、帰りいただけるココナッツジュースなんですけど、こちらもすごく美味しかったです。どこ行ってもね、ベトナムだとね、ココナッツジュースが売ってるので、買えると思うんですけど、こういうね、最後ね、いただけるサービスっていうのもすごく嬉しいなと思いました。総合的にもうこれも踏まえてすごく安いなと思いました。ベトナム行った際はね、メコン川行った方がいいかなと思います。から最後のボートに乗って戻る感じでございます。バスの方に向かってるんですけどね、この時間もすごくいい時間でした。ボートってなかなかね、都心にいると乗る機会がないので、こういう旅行の機会に乗るのはすごくおすすめですね。なんといってもメコン川すごくおすすめなので、ぜひ行ってみるのはいかがでしょうか。それでは次の場所に行ってみたいと思います。アミダバ、アミダバ、もがドプタヤギ。ベトナムでもう一つ有名なのは寺かと思います。こちらね、最後寺に寄って帰るツアーになるんですけども、こちら朝から夕方までこのパッケージツアーすごくお得かと思います。私が買っちゃうと思う。こんな感じ。타요타그치어때요그래서호치민시티에돌아가고싶습니다지금시각은2시49분
到着時間が5時と言われております。混んでるんでしょうね。うん、混んでる。マッキョ、あ、マッキョ1도착한다고요予定입니다。다섯시아닌가？응，근데원래다섯시인데우리좀늦게출발했는데다섯시도착이니까우리좀빨리끝났으면좋겠다。다섯시가자。원래도다섯시。はい、ここはどこでしょうか？はい、ここはどこでしょうか？郵便局랑여기성당자이성당。メインストリート。スタヤ買った。本屋さんがいっぱいですね。英語の本を見ています。これ欲しい、かわいい。え、探し棒。映画めっちゃ怖くない？うん。CGV がありました。コナンとかやってるね。うわ。お、カカオ。まあ、これは可愛いですね。これもじゃんね。あげでしょ。おお。ミッションインポッシブル。영화보러볼래？ベトナムに来て영화館。영화봐。OK。はい。ついに来ました。ここがすごく、はい。こんなに変わりましたね。昔ここ花がなかったような気がするんですけど、出来上がってますね。ここもここも新しくなって、わあ、はい、こちらカメラマンがいっぱいいますね。何なんでしょうね。こちらもカメラマンがいっぱいいますね。何なんでしょうね。なんかカメラの練習をしております。ホテル先生、오늘닫았네。あ、オッケー、あ、ホテル안에볼수있죠。촬영을하나봐요。네。ここのカフェね、行きたいなと思ってるカフェなんですよね。カフェ。はい。大きいを加工し分か写真보여줬잖아。カフェのビール。じゃあ。ガチャ。美容家같은데。피자치이거여기치킨집가면피자치카페すごくおすすめなカフェが、ピザの店があって、そこがすごくレビューが 4.9 なんですよね。で、5が最高で 4.9 のところがあって、そこに今向かってるんですけど、すごく有名なのでちょっと食べに行こうかなと思います。
ベトナムでピザっていうね、すごく有名なので、レビューが4000、5000ぐらいありました。うん、ただが美味しそうです。配合センターの中にあるみたいです。昨日終わったの。근데여기피자가맛있대그반반인반반할수있는피자먹어야돼반반할수있는데하프앤드하프해서여기서고르면되는데와지금오와이6,000원괜찮네여기서케이크에서도이렇게주다ピザ4ピース、とりあえず来たんですけど、ウェイティングだそうで、何分ぐらいちょっと待つか分からないですけど、7組ぐらい今いたので、まあ、20分ぐらい待つのかな、さっきあの何分か言われたので、すごくあのメニュー見てもらえばお分かりの通り、めちゃくちゃ美味しそうなのと、価格もめっちゃ安いっていう、ちょっとデザートも食べたいぐらいですけど、どこまで食べられるか、はい、ワイフがずっとメニューを見ております、はい、気になるのがいっぱいあるんでしょう。僕も見たらすごく気になるのがいっぱいありました。ここいいですね。ゾーン B の L の6ですね。6階なので、うん、ちょっと待ってみたいと思います。席に案内されたらカウンターです。좋은데좋네와우자이제생일축하해생일축하한다생일축하한다여기뭔가제일좀좋아서딱딱해좋다나가먹어이거오코라来ました。ハーフエンドハーフに来ました。味噌味噌おお。パスタ来ました。うん。フロンパモクチャ